はい、おはようございます。おはようございます。森です。みゆです。今日はみゆちゃんの100キロ企画で埼玉ゴルフクラブにやってきてます。はい。ラウンドレッスンをやってもらおうかなと思ってるんですけど、まあ、ラウンドレッスンは9ホールで、その前にちょっと練習とか前回の、まあ、復習とか森先生にね見てもらおうかと思いますんで、お願いします。お願いします。ちょっと今ボール買ってます。はい。なんすかそのバットは。しごきっすね。しごき。あこれから。はい、行きましょう。はい。基本やっぱり1時間前ですか。1時間前でも冬場だから2時間前ぐらいに私は行きました。2時間のそのスケジュールの内容って何なんですか。半分ぐらいはストレッチしました。練習じゃなくて、練習とかも全部あれって練習したことなくて、で朝練習するのも30球ぐらいあしか打たないです。私は体ほぐす方にしか基本重き置かないかもしれないですね。パターは練習されます。パターします。もちろん打ってる時間よりもパターする時間の方が長いです。ああそうなんですね。朝練習はどんな感じで進めてます、やってますよ。まあ、時間にちょっと余裕がある時はもう真っ先にここに来て10球とか20球とか打って、まだ時間があるようだったらパターみたいな、もしあんまり時間がなかったらもうパター優先で練習して、こっちの打ちっぱの方来ない。来ない。あじゃあこの打ちっぱに来た時はもうこう来てボールを置いたらもうすぐ打ち始める感じですか、ね、あそうですそうです。素振りとかなんかストレッチとかっていうのも特にあんまり意識してないですね。まあ打つ前にちょっと打つ前にそうですそうです、なんかこうちょっとやって、そうですそうです。あなるほどなるほど。だとやっぱ体ほぐれづらいですよね。10球20球だとなかなか特にこういう冬場だと体ほぐれないんで、ちょっとストレッチから。ストレッチ。そうです。あんまりなんかよしって言ってこうアキレス腱を伸ばすぐらいしかやってなかったですね。そしたらさ、もちろんやってるストレッチをちょっと、まあ、一緒にやってもらって、うん、であと打つ順番とか気をつけてることとか、朝これだけ確認すればいいとか多分あると思うんですよ、うんうん、それを教えてもらって、今日はちょっと森ちゃんの練習をちょっとやってもらうみたいな感じで、ちょっとストレッチをするから、そしたら OK です。はい、はい、お願いします。お願いします。普段こういう素振り棒っていってゴルフ専用のバットみたいなのがあるんですけど、これを用いてやるんですが、はい、まあ、大体ドライバーとかと長さも変わらないので、ちょっと短いぐらい。今日はちょっとドライバーを代わりにみゆさん使ってもらってっていう感じ、はい、まずこうやって横に握ってもらって頭の後ろにこう回していって、肩甲骨周りをほぐしていきます、はい、そう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 。結構硬い人だとこう肘曲がりやすくなったりするんで、はい、まあ、これは限界までで大丈夫です。回せる方はぐるーんと回してあげる。はい、そうそうそう。なかなか肩甲骨周りってこう寄せる動きってなかなかないんですよ。猫背の方とか重いんで、はい、結構前にこう出やすいから、ぐる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 ってこう、はい、できるだけ肘は、ま、曲げないようにできる範囲で大丈夫です。ちょっと厳しい方だったらこの幅を広げてあげればあげるだけ楽になってくるんで、そう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 、できるだけ。あ、本当だ。そうそう、はい、楽になります。まだ楽になりました。そうそうそう。っていう感じでまずほぐしてってあげる。そう。これだけでも随分体の温かさ変わってくると思うんで。ポコポコします。しますよね。本当に。すごい。それでまず最初ほぐしていきます。じゃあ次そのまま頭の上まで持っていきます。OK です。でそのまま足肩幅に開いてもらって、横に倒して脇腹を伸ばしていきます。そう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 、横に倒していって、まあ、まずは横に倒すだけ、はい、倒したら次ちょっと倒した角度を維持したまま、はい、お空の方にちょっとねじったり、そう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 、そうすると背中側が伸びるんで、はい、ここをしっかり伸ばしておいてあげる。すごい。そう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 。でもみーちゃん全然曲がってないよ。いやこれ本当に伸びてます。あ本当ですか。伸びてます。あはい、わかりました。普段多分ストレッチしないからおそらく特に効いてますよ、すごい。でこれ次逆に倒して、そうまず先は横を伸ばしてあげる、はい、で伸ばしてあげたら次お空向いて、そう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 。
倒れてます倒れてますよ、すごい整えてますって、背中が伸びますね、さらに、そうそうそう、はい、でこれをすごいポカポカしてきますね、これだけでもで最後背中ちょっと伸ばすのにクラブ前について、はい、体を90度曲げたい、これよくやってる人見ましたよね、そう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 、伸ばしておいてあげて、その角度を保ったまま肩をちょっとこうやって回してあげて、そう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 、回してあげて、そのまま次このままいきますよ、はい、クラブだん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 こうやって下に握ってあげて、足の裏を伸ばしていきます、はい、うんそうそう、できるだけで大丈夫です、硬いのが下はね、もっと下だよ、もっとですけど、すげえすげえ、一番下まで行ってるそうそうそう、すごい、でこれ、柔らかい人は、まあ硬い人は逆に広げてってあげると、足ちょっと広げた状態で下を持ってってあげるとしやすいかも、そうそうそう、柔らかい人はちょっと足つまめた状態で持ってってあげると、わりかしもっと伸びてくれるっていうか、はい、大丈夫ですかゆうさん最初ストレッチをしないんですよ、これ今ちょっと動画だから結構短めに多分圧縮してもらったと思うんですけど、これもうちょっと長めにやるんですか、長めにやります、長めにやります、結構、まあ、5分とかそれぐらい、あゆっくり、そうそうそう、じゃあただ結構かかるね、2時間前にっていうところに行くんですけど、半分ぐらいはストレッチっていうのはそういうことです、冬場は特に、で一般の方は冬怪我しやすいと思うんで、よくやってあげた方がいいです。女性に限らず男性の方も。で最後はこのクラブ、まあクラブで滑ればいいんですけど、肩にこうかけてもらって、手をちょっと乗っけてあげる。そう、この状態で前傾します。前傾したらちょっと8の字描くようにして回していく。そう、回していって、そう。なんで？なんで笑うんですか？おかしい。やってんの？ちゃんと。やってますよ。やってよ。上げていきます。逆に八の字描いていきましたって、そのまま右のかかと上げてフィニッシュの形まで持っていきます。そう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 。それ繰り返していってあげる。回して、まあ、そう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 。わかんない、さあ8の字描くよ、中心お願いします、中心、もうカメラマンがもう手ぶれがすごいんですけど、カメラ笑っちゃってなんで、なんだろう、映像で見るとやっぱおかしいんですか、おかしいですかね、全然先生の見てても私何も笑い出てこないです私そう8の字描くよ、そう、逆の8の字になんないですか、こういう8の字は描いちゃダメでしょ、うん、逆のそう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 、うん、上げていくときは左肩が下に行きます。ずっと振っていくときは右肩下に行きます。あらって。そう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 。わりかし皆さんの場合こう上げていくときに左肩がガッとこうやって上がりやすいのもあるんで、ちょっとその癖を直していくためにもこういう動きでちょっと全体的にそう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 、もっと回せていく。右肩下に下に下にしながらここまで持っていく。そう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 、いやその動き、ほんとスイング中必要ですからね、これが速い動きになったのがスイングになるんで、そうそうそう、ヨルカーの皆さんって体やっこいんですか、いややっこい、柔らかいんですか皆さん、みんなじゃないとは思うけどね、硬いもん、それだけこうストレッチ不足というか、そのゴルフで使う柔軟とか、いやサーブのがちょっと硬い傾向にあるんですね、そう体がほぐれてこないと手が出てきやすくなっちゃうんで、そう、これだけでも随分変わってくるかなと思います、うん、今のですごいなんか背中の筋肉が、そうですそうですそうです、伸びてますだから多分笑われてますけど、多分合ってはいるんだと思います先生の、まあ、継続していくとちょっと形にはとか様にはなってくるかなと思うんで、はい、このストレッチ終わってから素振りをまずする、なるほど、まあ、大体普通に右打ちで20回ぐらいやったら、逆手に持って左打ちの素振りも20回やる、これねストレッチまず完了、次素振りで、はい、ちょっと見てくださいね、はい、このまま普通にいって、まあ、よくある素振りですよね、これに20回ぐらい朝やったり、まあ、全力で全力で、そう形気にせずに全力で足腰使って
打っていけるようにっていうのをやります、はい、でその次に右で打ったら次グリップ反対に逆手に握って、うん、そうそうそう次は逆逆左打ち左打ちの素振りをしてあげる左右対称にほぐれてくるようになるんでこれをやったら初めてボール打っていきますが、ね、じゃあ今のもあのストレッチの一環として振るのはそうですね。あ、なるほど。打つ前のちょっとした素振りじゃなくてっていう。なるほど。はいはいはい。これで、そうそう。そう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 。そうそうそう。もっと振れる。もっと。はい。オッケーオッケーオッケー。もっともっともっと。オッケーオッケー。おーすごい。いいっすよいいっすよ。そうそうそうおー、振れるじゃん振れるそうそういや、もうだいぶ今気切れてますからうんオッケーそう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 すごいオッケーあーいいですよ、いいですよまだ10回はい10回頑張って怖い、怖いそう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 部活になったぞ、部活にで、さっきあの肩に乗せた時のこの動きあるじゃないですかそれが意識しながら素振りしてあげてくださいねはいはい、全力で。OK、OK、OK。ある程度長さがあって、こういう重さがあるもので全力でフローツーって人間足腰使うようになるんで、必ずそう、長くてもたこういうバットみたいなもので振ってもらった方が体をほぐれやすい。あれでクラブ2本分ぐらい重いのかな、多分。2本分よりかは軽い。軽いぐらい、はい、うん、ただ長さがあれば遠心力がすごいかかって。確かに。ドライバーぐらい長いもん。そう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 。逆手にします逆手にして私の方にボール打ってくるようなイメージはいそうで振ってったら左打ちになるので左のかかと上げていきましょうそ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 うはい全力でそう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 もっとこっち OK もっともっと不思議な感覚ですねすごい今までやったことないんでもっともっともっと振れるかっこいい面白いこれ OKOK頑張れ頑張れいいですねちょっと落ちてください、はい、だんだん足がまたずれ始めてますからはいすごいよスパルタだスパルタあと5回行きましょうはい4回頑張ってラスト7回はいもっと頑張って2回はいエラストキーはいやったーすごいすごいっていうのをなんなら朝こう時間なくて練習場来れない時あるって言ってたじゃないですかこれやるだけでも最初変わってくるんでそうなんです体の温かさが普段と違うと思うんですよ違います普段ちょっとこう来て 2,3 回素振りしてからボール10球か20球打たれるって感じそうですそうです多分そのボール打った後よりも多分今の方が体って温まってると思うんですね温まってますね打つ前の準備が足りないって感じですプロの方がこんなにも前段階やってるのにそりゃ私ダメですよねえ夏場とかも同じルーティーンですかあそうですこのぐらいのはやるよですかそうですね、まあ、伸ばすストレッチ その時間が半分ぐらいとかっていう感じかな最初1個ずつ5分ぐらいだったら2分とかそのぐらいにしてっていう感じじゃない暑さでバテちゃう可能性があるんでああなるほどあとはそのお風呂場とか使ってストレッチしたりするときはあるかなって日に当たりながらちょっと日光で日差しが強くて日焼けで体力消耗しやすくなるので、うん、そういうところでストレッチポールとか持ってったりとかしてぐりぐりぐりストレッチしたりする時はありますけど、まあ、それは試合に出る方とか、まあ、かなりのコンディションを整えるためなんで一般の方だったらこれぐらいやってもらえれば十分かなって冬は特になんかすごい分かりますね分かりますよねもうまだ息上がってますすごい。うん、OK、ナイス。で、ラウンド前の朝の練習に関して、はい、結構多いのはまっすぐ飛ばそうとしちゃうから、はいはいうんうん、まあ、ね、大体だとまずいい球打とうっていう、はい、絶対直さないと。え、左行くなら左行くで大丈夫、右行くなら右行くでいいっていう。そうなんですか。それは絶対直さない。